川本です。ミックシャッフルです。よろしくお願いします。で次の曲とか3曲目もちょっとなんかロックな感じじゃなくてなんかちょっとエモい感じの曲なんでエモくなっていただければ嬉しいです。お願いします。
やります？ちょっとあのチューニング中なんで、ちょっと個人的な、ちょっとだけなんですけど、個人的な話なんですけど、ちょっと次の曲にめっちゃ合致してて、自分の今の現状が泣いちゃうかもしれなくて、お辛いみたいな感じで見送っていただければありがたいと思います。卒業か全然1年経ってないのに。それここで言えない。じゃあ巻き添いを、キーボードの有馬さんも実は、いや有馬さんはね、傷は浅いんですけど、昨日は会えなかったらしく、海舟さんは昨日は何計算決めるんですか、ずるいですよそれは。マスクが邪魔で、ずるいですよ本当に。なんでおねえみたいになったんですか。お前大体おねえやろ。ちゃうまあ、ヒラ好きですけど、ヒラとかですか。いや、イケメン、あ、いや、どっちもイケメンです。ヒラは、エドヤさん、呼びます。せーの、虹が出る、どうせ疲れないのに。
ステージ上ではそう、えらい成長してます。気づかれた、はい、まあ、ちょっとだけレースできます、展開します。みーちゃん、あ、はい、まあクリスマスも超えたということで、もう早くも今年あと何日、5日ですって。で、ってことは平成あと4ヶ月ぐらい、 4ヶ月、5月からなるんやっけ次。知らん、まあまあ変わります。なんかね、月日が経つのが早いなっていう感じで、そのうちもうここにいる皆さんも、え、平成生まれクスクスみたいな目に遭うっていう思うと、ね、自分もそうやけどちょっと心が軽い気持ちになりますね。なんか一緒にバカにされようぜって気持ち。それはやばいな、言われたいだけは結構やばいやつになっちゃうけど、まあ、どうぞ、なんでちょっとね、クリスマスっていう言葉を聞いて、なんか、え、何さっき悲しい話してたの？してた。顔が曇る人もいれば、そうじゃない人もいれば、なんか私クリスマスっていうか、この間まで東京行ってて、で占い行って、手相占いみたいなのしてもらったら、あの、今恋愛線ないですって言われて、
なんか恋愛線ときめきなくなると消えるらしいんで、皆さんもちょっと恋愛線が消えない程度のときめきは持って人生を生きてください。多分次の曲は恋愛線ありそうな人の曲なんで、ちょっと恋愛線ありそうやなって思いながら聞いてます。そんな感じ。
可愛いが好きやで、ね、僕もですあ、いい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 ヤコギのシールドを抜いても大丈夫ですか？出てるな、ビブラート。これ最後やね。ちょっとでもね、このなんか間延びした空気に復活させたいなと思って持ってきたんやけど、スミカやと思ってる、スミカやと思ってる。そうね、もうちょっと待って、そうおいおいできるとJKって言うのは最後の曲です。
知恵高鳴る声光だろうが君は賢者や魔法使いや戦士らしく茨の道の先手を叩き暴れるのを待ってんだぜ。おいやI'm gonna go!